はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。ございます。今日はですね、お待たせいたしました。日焼け止め第2弾でございます。たくさんあるので早速やっていきたいと思いますね。本日はがっつりメイクしておりますので、申し訳ないですが、全顔ではなくてここから下だけの比較動画を撮影していきたいと思います。ではどうぞ。はい、両頬を落としました。すっぴんの状態です。まず1つ目、1個前の動画にも出てきたかと思うんですが、こちらでございます。エリクシールデイケアレボリューショントーンアップ SP プラス AA、 全部読んでみた。 SPF50 プラスの PA4 プラスダブルトーンアップ効果、キグスミを飛ばすピンクパールと凹凸と影を目立たせないフォギーパウダーが入っています。ハリ潤いのある肌へ導いてくれて、乳液と UV カットと化粧下地、これ1本で解決します。こんな綺麗なピンクなんです。こんな感じのとってもね、肌なじみのいいピンクなんですよ。これめちゃくちゃ綺麗、すごいツヤが出る。香りは橋本が大好きなエリクシールのほんのりフローラルの香りでございます。耐水性ノーマルでございますね。はい、ではつけてみたいと思います。めっちゃわかりやすいね、足元の肌でやると黄色やん、こっち気ぐすみ飛んでる。で、これがいいなと思ったのは白く浮かないことです。でも微妙にトーンアップしてくれてるというところがすごくいいと思います。使いやすいと思います。で、耐水性がノーマルって言ったんですけども、オイリースキンの方でもドライスキンの方でもどちらでも使えるかなと思いますが、どちらかというと乾燥肌向きかなとは思います。すごいしっとりしてるんで、ベージュ感とピンク感っていうのがね、すごくいい感じで配合されてる下地だと思います。化粧水の後これ1本で完結するので楽ちんです。では2つ目いきますね。同じ資生堂ということで、こちらアネッサのパーフェクト UV マイルドミルク NA SPF50 プラスの PA4 プラス、これは1個前にね、ジェルのこちらおすすめしたと思うんですけれども、このカチャカチャタイプでも敏感肌用が出てたので、それもご紹介したいなと思って。はい、カチャカチャタイプはね、このゴールドのタイプが有名なんですけれども、それと携帯は同じです。ただ効果が違いまして、快適な使い心地がさらに進化しております。軽く伸びて敏感肌をしっかり守ってくれる効果があって、前回もお伝えしたんですけれども、今回から独自のテクノロジーが採用されてて、こう塗りムラとか塗り残しとかっていうのを極力なくす技術っていうのがね、適用されてるので、綺麗にこう塗布できるっていう技術が採用されております。敏感肌用の日焼け止め乳液として売ってるんで、赤ちゃんにも OK、 お子様にも OK。 あ、容器ピンクですけど中身は真っ白でございます。香り、あ、香りは無香料ですね。で、これは UV 耐水性の表記がございました。星2つついてます。完璧に弾いてます。こっち側につけますね。なるほど、被膜感はちょっとありますね。使用感はカチャカチャのゴールドの方に似ております。揺らぎやすい方
ぱこっちの方がいいかなと思います。でも美しく綺麗に仕上げたい、そんなに汗もかかない、まあ、そこまでハードな動きもしないっていう方はこっちの方がいいと思います。はい、続きましてこちら、雪肌精スキンケア UV エッセンスジェル SPF50 プラスの PA4 プラス、快適に守り抜く最強 UV ジェル、日焼けによるシミそばかすを防ぎ潤って透明素肌へ、日常を室内スポーツ屋外メジャー海プール何でも OK です。今年ねまたリニューアルしたんですよね。この文字が戻りました。個人的には去年のローマ字のね雪肌精私はあれが好きです。まあでもこのねこちらの文字のファンの方もね多いと思うので、どう変わったのかちょっとつけていきましょうか。一緒ですね、ジェルって書いてるけど、まあ、クリームっぽいちょっと半透明な感じのテクスチャーです。香りはめっちゃやっぱりスーッと伸びますね、いい感じで。去年ねこのテクスチャーがすごい好きで、もう本当にどれ使おうかなって悩んだらこれに手が出てました。あ、香り変わりましたね。香り変わってます。あ、これはでもあの元々の雪肌精の香りって感じです。ただ橋本的には去年の方が好きです。はい、こちらも UV 耐水性は星2つついておりました。おお、強くはないですね。あ、でも馴染みます。はい、そんなドロドロ溶けることはございません。もう一個ねカチャカチャ振るタイプがあるので、そちらの方はもしかしたらより汗水に強いのかもしれないです。これ香り分けるのが良かったな、個人的感想でございます。はい、続きましてこちら、メラノ CC ディープデイケア UV 乳液 SPF50 プラスの PA4 プラス、2種類のビタミン C 誘導体配合で日中の肌を潤わせながら UV 対策してくれると、おしろい効果のある UV 乳液。おしろい効果、なるほど、これ気になってたんでね。しっかりあのクレンジングして取ってますからね、前の分は。あ、え、めっちゃ伸びる。柑橘系の香りとアルコールの香りが、うん、ちょっとしますけど、あ、でもめちゃくちゃめっちゃしっとりします、これ。え、これも UV 耐水性が星2つついてますね。おしろい効果、感動したら小声になるっていうね。これも馴染みますね。そんなに強くはないけどドロドロに流れることはございません、もちろん。はい、乾燥肌の人これいいかもしれない。めっちゃしっとりします。でも嫌なあのベタベタな感じはない。時間経つとスベスベになる。あ、塗りましょう塗りましょう、こっち塗ります。なんかね、ツヤとかはそこまでないんですけど、すごいあの保湿してくれてる感じがします。もちもちしますね。おお、あ、でも次につけるファンデーションとかを別にズルズルにしないような感じで、なんていうかな、フィットしてくれてますね。あ、ツルツルあ、すごいすごい、すごい使い心地いいですこれ。なんかね、手の甲も毎回クレンジングした後にしっかりもう中性洗剤で洗ってるんですけど、それでもツル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 してるんですよね。年々この日焼け止めの保湿力がすごい抜群に上がってるんだなって感心してます私。はい、続きまして
続きましてこちら、アベンヌのミネラルフルイド UVN SPF50 プラスの PA4 プラス、こちらはリニューアルしたと思うんですけれども、もちろんノンケミカルでウォータープルーフ処方を、肌荒れと乾燥を防いでくれて潤いを保ってくれるという日焼け止めです。こちらも赤ちゃんも OK です。香りはなんか面白いな、これ容器がこれ振るんかな、あ、振らなくて良さそうですね。乳液タイプ、香りはございません。あ、すごいね、しっかりフィックスしますね。でちょっとトーンアップしますよ、ほらトーンアップします。しっかりウォータープルーフでございます。こっちにつけていきますね。これはちょっとすごいな、この青っぽく見える成分って何なんですかね。去年のイ肌とかこのアネッサにも見られた現象なんですけど、ちょっとこう青紫っぽく出るっていうね、何の成分なんですかねこれ。でもなんかね、守ってくれてる感じします。しっとりしてて、アネッサに似てるかな、これに似てます、テクスチャーは。ただアネッサの方が完全透明でした。こっちはちょっとトーンアップしてます、ツヤもございます。今のところこれが一番化粧崩れしなさそうです。はい、続きましてこちらでございます。エクセルのデイスキンコンフォート SPF32 の PA2 プラス、化粧水のあとこれ1本で朝のケアが完了、美容液、クリーム、化粧下地、 UV カットしてくれるという、これと似てますね、エリクシールと似てます。化粧水のあとこれだけでっていうタイプです。4種類のセラミドとレチノール、ビタミン C 配合でしっとり感が持続してメイク崩れとかヨレを防いでくれるっていう特徴があります。こう香りはね、ベルガモットとユーカリの香りなんですよね。クリームタイプになっておりまして、スパチュラで取りましょうか。ベルガモットとユーカリって去年のあの UV 乳液がそれでしたっけ、香り。それのなんか優しい感じです。めっちゃいい香り。これはね、なんだろう、もう乳液、朝の保護乳液って感じです。これはめっちゃしっとりしますね。よし、じゃあつけていきますね。朝の乳液ですね、美容液、乳液、クリームを一つにまとめてプラス UV カットしてくれるって感じ。ただまあ、SPF32 の PA2 プラスなので、これをつけた上にガチでカバーしてくれる、化粧崩れしないメイク下地とかつけてもいいと思います。これはめっちゃしっとりしてますね。まあまあまあ馴染む感じでございますね。なんかもうあの、なんだろうな、朝の乳液です。使用感がめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃしっとりする。なるほど、これつけてからメイクアップベース、 SPF50 プラスの PA4 プラスぐらいのベースつけてファンデーションつけたら乾燥しないと思います。続きまして、あと残り2つになったんですけれども、この2つは特に雑誌とか記事にはなってなくて、橋本が個人的にいいかなと思う日焼け止めです。まずこちら、はい、アユーラのウォーターフィール UV ジェルアルファ SPF50 プラスの PA4 プラス、サラッとした滑らかな肌に整えるサラサラパウダー配合、汗皮脂に強いウォータープルーフタイプなのにしっとりすべすべになります。乾燥、外的刺激からしっかり肌を守ってくれます。
アユーラって揺らぎの季節にどうしても手に取ってしまうんですけど、化粧水と美容液とかをご紹介したことがあるんですけれども、アユーラの下地すごく使い心地が良かったのでご紹介したいなと思って、こういうジェル状ですね、はい、めっちゃ透明感があってトーンアップとかも何もしないんですけれども、スッと伸びます。アユーラの化粧水とかと同じ香りで、フローラル系のちょっと強く感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、すごい爽やかな、ちょっとユリっぽいのかな、香りはあります。しっかりウォータープルーフなんですよ。ボディにももちろん使えますし、ベタベタしないので手とかこの首周りとかいいかなと思って塗ってみますね。こっちね、本当にみずみずしくって被膜感はゼロです。塗ってる感が本当になくって、特にトーンアップとかもしなくてもいいわっていう方はおすすめです。薄い膜を1枚貼って乾燥と外的刺激から守ってくれるっていう感じなんですよね。毎年ね2個ぐらい置いてるんですけど、車の中に。今年これかなって思いました。服についても白くならないし、ベタベタしないから。奥の方がしっとりした感じで、パウダーが入ってるっていう効果でちょっとだけサラッと感じるんですけど、潤ってる感じなんですよ。ただ香りがね一番ございます。あ、アロマティックハーブって書いてた。ちょっとユリっぽいんですけど、それがね苦手じゃなければおすすめでございます。そしてラストでございます。はい、こちら VT コスメティックスの VC サンシールドアウトドア UV クリーム SPF50+ の PA4+。 これですね、2タイプ出てるんですよ。こちらはアウトドア用として売ってるんですが、もう一つデイリー UV クリームっていうのがあるんですね。これの方がちょっとだけトーンアップしてお顔ツヤツヤになります。なんですけど耐水性がほぼなかったので、このアウトドア UV クリームの方を選びました。これは、まあ、アウトドアもちろんなんですけど、海とかプールとか山とか普段から汗かきやすい方とかにいいかなと思って購入しました。パウダーとかは入ってないのでちょっとしっとりするんですよ。ボディ全体につけるとちょっとだけしっとりするのかなと思うんですけれども、それだけまあ守ってくれてるっていうことなので、乾燥が気になる方とか一日中今日は外にいて日焼けがちょっと怖いわっていう時とかはおすすめかなと思います。真夏の紫外線から肌を保護して保湿してくれるクリーム、肌の揺らぎを整えて健やかな肌に導いてくれます。 VT のキーとなっている成分があるんですよね。シカヒアルロン酸っていうのとビタミン C かな、それがちゃんと入ってるので鎮静効果もありますし、お肌をこう守りながら紫外線カットしてくれるっていうものなのでおすすめです。しっかり弾いてくれるので、はい、オイリースキンの方もそうだし、一日外で遊ぶねんっていう時とか、フェス行くねん、また出たこのフレーズ、去年も言うたな、フェス行くねん私っていう時とか、うん、いいかなと思います。塗ってないよね、塗ります。これもね、あとね、フローラル系の、ほんのりフローラル系の韓国コスメの本当にあの優しいお花のいい香りあるじゃないですか、わかります、あの香りがするの、こう香りが良くてそれもあって買いました。アユーラよりかはちょっとソフトです。はい、これすごいしっとりすんね、揺らぎを整えてくれながら強い紫外線からね肌を守ってくれるっていうのも最高なんで、表面上はこのパウダーが効いてるのか、アユーラの方がちょっとだけサラッとした感覚を覚えます。こちらの UV クリームはベタつきとかはないんですけど、しっかり潤ってます、うん、っていう感じでございます。まとめてみますね、悩ましいですね。私が使うならこのエクセルのデイスキンコンフォートは日中用乳液として使いたいと思います。この
クアップベースをつけてファンデーションつけるかなと思います。でこちらは汗とかには弱いんですけど、なんかもうどうしても使ってみたい日中用乳液って思いました。すごい綺麗ですよね、トーンアップの仕方が。なのでこの上につけるファンデーションをね、耐水性の高いものにすればこの子の良さが生きてくると思います。あとはもう日中ずっと使いたいのはこれですね。私は汗水に強い、保湿しながら UV カットしてくれるっていうところでこの2つかなと思います。これちょっとボディ全体に塗るのはちょっとだけ重い気がします。こちらの方が全体にはつけれそうな気がします。サラッとしてるので。ただ2つとも香りがあるのでこっちの方が強いです。香りこっちがちょっとほのかに香る感じ、無香料ではなくて香りが入ってるので好みが分かれるかと思うんですが、こんな感じかな。こちらも耐水性はそこまでなかったんですけれども、お顔用の日中用の乳液として使って、でこの上にメイクアップベースをつけたら大丈夫かと思いました。こんな感じでございました。あのね、本当に日焼け止めって進化していてもつけて分かります。昔の日焼け止めは日光が当たるとなんか変な匂いがしたりとかチリチリしてきたりとか、塗った瞬間からちょっとあんまり塗り心地良くないとかあったと思うんですよね。白くなったりとかね。それがなくてさらに保湿力がかなりパワーアップしてるので感動しております。はいはい、皆様申し訳ございませんでした。こちらのスキンアクアの耐水実験取り忘れておりましたので、ここで取っておきたいと思います。こちらはですね、完全にお水をはじくタイプでございます。こんな感じで玉のようにははじかないけれども馴染むことなくはじいてくれます。はい、ということで日焼け止め第2弾いかがでしたでしょうか。次はネパコス編第3弾やっていきたいと思います。本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。